はい、ということで、新鋭優勝館をやっていくぞー。残り8時間、なんていう時間にやってるんだって話だな、まったく。とりあえずまだ無料のが引いてないから、そこから行こうか。赤色。無料でもらったのはリンちゃんだったから、もう誰が来ても嬉しいぞ。はい、ソウルくん。ソウルくんか。まあ今回はいっぱいオーブ貯めてあるし、これをすべてバババーンともう、使い切るような勢いでやっていければいいんじゃないかな。青色だ、あれだ。マッチルジャシャン。もういつのことピックアップ以外でもいいよ。無課金でやっているからね。キャラクターが足りなくてしょうがないんだ。ねえ、星5限界突破なんて夢のまた夢。そんなやつはね、もう誰でもいい星5が来てくれたらそれだけで嬉しいんだ。ということでもうすべて回していくぞ。そのつもりで今日はやっているんだ。動画さん、星4動画さんじゃないか。星4のキャラクター自体もほとんどいないんだよね。星4の、なんだったっけ？リンちゃん出ちゃったしよ。びっくりだぜ。よし、じゃあこの調子でやっていくぞ。ねえ、星4の出現率が上がってからまだ全然引いてないからね。星4のキャラすら足りていない。そんな状況。大沼さん。録画止まってるし。7秒か。仕方ない。一旦切るか。はい、ということで、せっかくリンちゃんが出たのに、映ってなかった。後の、録画再開でやっていこうか。大熊さん。大熊さんのせいだよ、すべてね。セリス君。セリス君のせいだよ、これ。まあ、そんな責任転嫁はともかく。ガチャをいっぱい引いている記録動画を撮っておこうじゃないか。ラズワルド君、君は斧殺しで優秀なのにどうして星3で出てくるんだ。許さないよ。星4で出てきてくれないと困るよねえ。セリス君、連続でセリス君来るとな、ちょっとあれだけどね。でも白色はリンちゃんもう引いたからな。2人いるわけでしょ。引く必要なくないというような勢いで、マシュー君が出てきてしまった。マシュー君もね、ちょっと困り顔で、なんでまだ白引くのみたいな。無課金のくせして、なんでそんないっぱいリンちゃん欲しがってるのみたいな。そういったね、ちょっと疑問の顔を見せつけられたところで、じゃんじゃんやっていこう。ロイ君欲しい。ルナちゃん、君もね、相性激化持ってるくせして、星3で出てくるとは何事なんだ。ねえ、欲しいスキーの子ばっかり星さんで出てくる。これはなんかね、サナキーやったぜ。持ってなかった。嬉しいぜ。はい。といった、こういったガチャになりますね。サナキもいなかったのみたいな。そういったノリでバンバン引いていくよ。ドニッキー。ドニッキーさんだ。はい、じゃあまだ白も引いちゃうもんね。ヒーニアスとか出てくんないかな。すごい欲しいんだが。誰？サイゾウさんじゃないか。サイゾウいなかったんだっけ、そういえば。いなかったみたいです。はい。いやーね、この、なんだったっけ、総選挙ガチャの後にね、エリンシアさんが来るということを聞いたんだけど、いやでもエリンシアさんの他は青2人でしょ。その青2人も正直そんなに興味ないなと思ったから、もうここで、総選挙キャラを全て出すぐらいの勢いでオーブを使ってしまっていいんじゃないのかなっていう結論に至ったので急遽取ることになりました。ね、その次のキャラクターがね、なんか暁のキャラとかって言われたらもうこのオーブす、シーマさん、星5シーマさんじゃないか。どうなんだろうな。でも斧のね、星5あんまいないから嬉しいぞね。総選挙ガチャはまあ、リンちゃんもらったし、下手したらね、全部取っておいても、オーブ使わずに、一切引かなくてもありかなと思ってたんだけど、でもな、その次が、エレンシア様は確か魅力的なんだけどな、エレンシア様以外にもね、なんか魅力的なのがいたら別だったかなといった感じでしたね。この調子でじゃんじゃん引いちゃうぞ。だってロイ君がまだ出てないじゃないか。ロイがまだ出ていないではないか。引け。オリビエさん、オリビエちゃんだ。
オリビエちゃんはもう星5に覚醒しちゃったんだよ。あまりにもよく使うからね。そしてアクアさんが一体もいないからね。チキちゃんだ。こっちのチキちゃんにあんまり興味ないんだよ。行くぞ。来いよ。来いよ。でーん、誰？アテナさん。久々だね。なんかたまに修練の塔にババーンと出てきて、なんか二人ぐらいいっぺんに出てくると有名なあのアテナさんじゃないか。緑、ギュンタソはいいんだよ、もう。ギュンターさんはね、もう、出てくるなら星5で出たら育てるから、ね。白はゼロ。お前に白を引いて喜べる未来はゼロだと。うわぁ、拡張しなくちゃ。じゃあちょっと拡張していきます。はい、戻ってまいりましたね。え、拡張の残り条件を見たところでわかるでしょう。どれだけこいつは全然ボックスの拡張していないんだと。それぐらいやってないわけですよね。え、星5の数はそれなりにいるけど、まあ言うてそんなにガチは引いていない。プロリーナ、さてさて、緑ライクも欲しいぞ。緑ライクちゃん来るかな。はい、はい、バツさん、筋肉量的にはまあまあそっくりなぐらいなんだろうけど。ロイ君、ロイ君を待っているんだよ僕は。日向君じゃないか。なんだっけ、疾風陣雷じゃないや、獅子奮陣さんだね。獅子奮陣ね、今まで継承したこと一回もない。そして日向君自体も一体も持っていないということで、これはいいんじゃないかな。さくらちゃん、さくらちゃんはいいんだけどな、星5じゃないからな。ヒーラーはね、誰だったっけな、花嫁凛ちゃんがいて、ちょっともう枠カツカツなんで。ラインハルト氏、ラインハルト氏じゃないか。突然の来訪をお詫びするマシンとかしたラインハルトさんじゃないか。でもラインハルトさんもな、星4はもういるんだよね。ソフィアちゃん予言して、次のキャラクター誰か。ソフィアちゃんの予言によると、この青色ね、なんと総選挙の力ならしいんですよね。ということで引いてみましょうか。でーん、星4のエルフィーでした。ダメでしたね。エルフィーはね、星5がいるんだよ。なんかたまたま出てきたんだよ。誰？あー、クレインさんか。おー、いつも誰って言っちゃうっていうぐらいね、引いてないんだよね。おー、そしてオーブすげー減ってるな。こうやってガツガツ使うのも珍しい。でもクレインさんはね、鬼神の自力持ってるから、セイラちゃんはいらない。はい、どんどん行っちゃうよ。さて、おお、緑いっぱい。これはもうアイクが3体ぐらい来るんじゃないか。アイクさん、アイクトリプルだよ。ほらね、ギュンターはいいんだよ。もうアイク出ないんだったらもっと可愛い女の子出せよね。これ2の星5とか持ってないんだよこっちとら。でーん、ルデリックとか、よく考えたら煙が出る演出見てないとちょっとこの楽しみが減るな。じゃあ次からやっていこうか。これで煙出ちゃうでしょ。煙が出ねえ。バーツかよ。まあこんな筋肉から煙は出ないわな。筋肉から煙が出たらちょっとよくわからないからな。さあ赤色、ロイくんでしょ。赤いロイくん、おい、赤いロイくんか。ふわーんと、ほらね、ほらね、本当に出てきたよ。すげえな、やったぜ。ロイ君も出ちゃったね。あれも総選挙キャラはまだロイ君とリンちゃんしか出てないのか。リンちゃんは映ってなかったけど、まだ引いちゃうもんね。俺はね、待ち伏せ欲しいから星4ロンクが出てほしいんだよね。ちょっとそういうの狙ってたりするんですよ。全然出てくれないロンク、ね、今星3のロンク1人しか残ってないからね。エリウッドさん、息子の活躍にちょっとね、いても立ってもいられずやってきてくれましたけれど、ちょっとこのレアリティの差よ、このレアリティの差、そしてステータスの差をご覧ください。攻撃27ですね。対してエリュードさんは16。もうちょっと頑張ってもよかったんじゃないかな。うわー、もう一回拡張しようか。
どんだけ拡張しとるんやねんと。そんなに拡張する暇あったらガチャを引けと言われるかもしれません。しかし頑張るよ。じゃあロイとリンが出たので、じゃあ次はルキナと誰だったっけ、ウルヴァン君を。また適当な引き方してしまった。よし、じゃあもう青緑で狙っていこうか。赤白は一旦休憩しようかね。緑色くんなら、おケムーリー星の以上確定だぞ。バーン、はい、バーツさん、バーツさんちょっと出過ぎじゃないかな。サジ出せよサジね。え、まったくサジマジバーツ。緑と青がちょっとだけ、はい、アイくん、アイくん待ってるんだよ。アイクくんはねすごくいいと思うんだ。あー、煙が出ない。バートルさん、バートルさんじゃないか。バートルさんはののスキル持ってるんだったかな、あんま覚えてないや。まあそもそも星さんじゃあまり興味はないぜ。おっさんの星さんってね、可愛い子だったら星さんでも限界突破して育てるけどね。うわ、セシリアさんじゃないか。セシリアさんは、まあ、星もいたかな。でも星5になってもそんなに使うかと言われたらわからない。そもそも星5で出るのかな、わかんないやね。そこのこの流れを断ち切ってくれよルギナー。エストちゃんじゃないか。まあいいでしょう、エストちゃんは星なんだけどね、限界突破ちょっとずつやってるんで、わけわかんねえな。星さんの限界突破エストって絶対強くないよな。うん、だって星5のティアモがいるのになんでそんなことするのみたいなところあるけど。うわーん、またかよ。ちょっとバーツさん、バーツさん推し激しいな今回。緑を引けばバーツさんが出るみたいな。まあ引く、出たら出る、それ引いたら出るのは出るだろうけど。だからこのバーツさんを10体集めると、あの星5アイクになるみたいな、そういった引き換え権的な要素がきっとあるに違いない。だからそろそろ来るでしょアイクよ。ほらね、ほらね、お前かよハロルドくん。いや、ハロルドくんが出たということはその運の要素を全て彼が持っていってくれたということに違いないから、次はもうルキナ出るから。ほらルファンファンって、ファンファンってルキナ出ちゃうからね。ほら見ててくださいこの煙をまとった美少女がドーンと降臨してくるわけですね。美少女ですらねえじゃねえかよ。完璧主義。ほらね、運を全て吸収した後に完璧主義の音が出てきたということは、もう、これは次はもう完璧な結果が運を全て取り払った形で、現れるに違いないという、そういったね、完璧なお膳立てがすでにされている。そういうわけでしょ？そういうわけなんでしょ？でー、まあ美少女ではあったな。くー、そういう流れじゃないんだよ、今回。まったくもってこれ。またかよ。どんだけお前ね、ボックス狭いの、ここのボックス狭くねみたいな言われちまうぞ。兵士が狭いってな、兵士たちにとっての士気がどんどん下がっていく一方だよ。赤ばっかじゃねえか。これはもうロイ君をもう一回引けと、そういうことを言いたいのか。やだ、俺はルキナも欲しいんだ。ルキナちゃん、わん、ほらこの煙の出方ちょっと激しいでしょ。ルキナが出たっていう証なんですよね。ほらね、グーグー。でもちょっと嬉しい。カチュアちゃん、やっとわ。ね、可愛いから。すごく育てたいと思っていた子だから。やったぜ。さて、あ、でも赤引こうかな。なんか赤でも持ってないのとか欲しいのいっぱいいるしな。でもまだ引いちゃうもんね。いや、一瞬青引くって今ね、フェイント入れたでしょ。これによって、おい、やべ、ちょっと。出しゃばってたアイクさんがそのまま出ていってしまったみたいな。なかったー。星さんじゃねえか。バートルさんかよ。ね、バートさん出まくるわって言ったら、じゃあこっちはどうみたいな。そういうね、付け合わせのポテトじゃねえんだからよ。別のを出してごまかそうとするんじゃないよ。まったくもってこれ。うわー、星さんかよ。誰だ、オボロー。オボロー。くー、オボローさんは。ねえ、星5だ、もう星5だったらって言うけど、それすなわち星さんわざわざ覚醒する気のない程度ということなんだから、ねえ、ちょっと言い方がかわいそうだよね。ワン、ジェイガソ、ジェイガソか。あ、だいぶオーブなくなってきたな。どうしよう。まあ、いっか、まだ行くよ。なくなるまで引いちゃうもんね、今回は。
そういった面持ちでやっていくからね。どうだろうな、もう30個ぐらいでしょう。これ全部連チャンで引いちゃおうかな。でーん、椿。完璧主義。なあ、すごく共感はできるんだけれど、こんなイケメンではないというところに、共感のできなさを一部感じてしまうわけだ。さあ、青色。完璧主義が出たということは、もう完璧な結果が待ち構えていない。ウェンディー。ウェンディーさんじゃないか。ウェンディーさんも、アーマーの中では可愛い女の子ということで、なかなか珍しいキャラクターなんじゃないかな。もう赤色も引いちゃうもんね、今回。何普通に引いたけど。どうですか？おう、シータさんじゃないか。シータさんも可愛いよね。シータさん可愛いけど、剣なのかな？元ネタあんまやってないんだけど、剣じゃなくて槍な気がするんだけどな、ペガサスナイト。どうだったかな。でも、シャープ FE とかで見る限りは槍だったような記憶があるんですが。誰？瀬戸さん。そういえばいたね、瀬戸さん。ちょっと前に。ね、セマやったことないからちょっとわかんないんですよ。じゃあ白も引いちゃう？引いてしまおうか。この白きっといいの出るでしょう。ヒーニアス星5とかね。誰？マリアちゃん。星5は間違いなかったけど。あ、まあ持ってなかったから嬉しいわ。え、今回すげえ星5出るな。すげえ。まあ今回はっつうか、ねえ。普通に考えて、こんな何十連も回しまくってたら、それは出る決まってるだろうっていう感じですが、まあいいんじゃないかな。じゃあラストだ。この青を引いて、ルキナを出して、おめでとうございます。今回の総選挙ガチャ、完璧な終わりでしたね。アイクは出なかったけどと。そういった締めくくりで終わりましょうか。ね。でーん、ドリー。ドリーさんじゃないか。よいしょ。じゃあこの青だけだな、残りは。わーん。おー、ルキナを待ち構えた動き。うわー、星さんじゃねえか。カムイシー。カムイさんさ、マムクイト扱いだからあんまりいいの持ってないよね、スキル的にも。ね。そういう意味でもあまり嬉しくない。なおかつ星さんというね。その絶望を払拭するのがこのルキナなんだよね。ルカくんかよ。ちょっとルーつながりではあったけど。はい。ということでした。これ以上は増やしません。だって無課金だもん。ということで終わります。ありがとうございました。